モトローラ、モトローラ、モトローラ、インク、NYSE、もは、かつて存在したアメリカ合衆国の電子、通信機器メーカーである。2011年1月4日をもって、二つの独立した公開会社であるモトローラモビリティ及び、モトローラソリューションズに分割された。本社所在地は、シカゴ近郊のイリノイ州、シャンバーグであり、分割以降は、モトローラソリューションズが引き継いでいる。 携帯電話やトランシーバーなどの携帯通信端末、無線通信インフラ、そしてマイクロプロセッサをはじめとする半導体チップなどの製造が主要事業である。日本では一般業務向け携帯無線機で著名である。企業スローガンはヘロ元及びインテリジェンスエブリウェアである。1928年の設立初期の製品は家庭用や車載用のラジオであった。 1958年のエクスプローラー1号を、端緒に、1969年の月面着陸機、アポロ11号も含め、NASA の宇宙探査機の無線機器の主製造業者であった。第二次世界大戦中に、アメリカ軍が使用した、ウォーキー・トーキー、SCR-536 が、携帯電話の前身と言われる。さらに、世界初の携帯電話による、通話実演。 1973年、市販携帯電話ダイ第7択。1984年、フリップ式携帯電話。1989年、折りたたみ式携帯電話。1996年の発売など、携帯電話端末開発のパイオニアである。2000年頃から、携帯電話搭載のオペレーティングシステム、OS として、シンビアン OS、ユックや、独自、OS、Linux。 Windows モバイルなど様々な OS を採用していたが、2008年の CEO 交代後に、プラットフォーム選別を進め、オープン、OS として、Google の Android と Linux を採用している。最新携帯電話の一部にクリスタルトークなる通話時、騒音軽減システムを搭載していい。1974年、テレビラジオ事業を、松下電気産業、現パナソニックに売却した。 これにより松下は北アメリカでのテレビ事業を拡大した有名なブランドにクエーサーがあったモトローラは六十六機の衛星を使って世界で初めて全地球をカバーする衛星通信ネットワークを構築した衛星通信事業を伸ばすために九百九十年代後半に設立したイリジウムコミュニケーションズはこの獲得に失敗し1999年に 倒産した。衛星電話の製造もイリジウムが行っていた。2001年、事業の不振により、ジェネラルダイナミクスへ売却した。1999年8月4日、ディスクリート、標準アナログ、標準ロジックなどの半導体部門を、オンセミコンダクターとして分社化した。これは、イリジウムコミュニケーションズ倒産の損失をカバーする目に、分社化された。 2003年10月16日、組み込みシステム向けのチップを主力とする半導体部門をフリースケールセミコンダクタとして分社化した。以降、モトローラ自身は半導体を製造していない。2006年7月、自動車部品事業をコンチネンタル AG に16億ドルで売却した。4500人の従業員とテレマティックスシステム、エンジントランスミッション制御や、 車体制御の電子部品、ステアリングやブレーキ用のセンサー、およびパワーウィンドウ用の電子部品などの事業が売却された。2008年10月、アナハイムケイリフに本社のあった生体認証事業をサフランに売却した。1983年に世界初の商用携帯電話とされるダイナタク 8000X を開発し、1989年には、 当時の日米貿易摩擦により始まった日米協議で北米標準のモトローラ方式、タックス方式が認められたことで TT が独占していた日本の移動電話市場にも参入し小型携帯電話マイクロタックの大ヒットで1990年に一時はシェアで NTT を上回りこれに対抗して NTT モモオーバーを開発して世界最軽量最小をめぐる競争が起きた 1998年に、ノキアに抜かれるまでモトローラは携帯電話端末の世界での市場占有率は世界1位だったが、2008年には第4位、8.3%であった。第1位はノキアで38.6%、2位はサムスン電子で16.2%。ノキアに抜かれてからは2位が低位置であったが、レイザー以降にヒットが出ないこともあって4位に転落した。 2007年第4の半期以降、携帯電話事業は極度の不振に陥り、2008年3月、モバイル事業の分社化計画を発表した。2010年11月30日、2011年1月4日に2社の独立した株式公開企業に分割する予定であると発表した。同社の取締役会によって承認された内容は、モトローラから、 携帯電話とセットトップボックス事業を行う、モトローラモビリティホールディングズを分社化した上で、エンタープライズ及びネットワーク事業製品を継続して担当する、モトローラは、社名を、モトローラソリューションズに改めるというものであった。ガートナーによる2010年の世界、携帯電話販売推計では、アップルとリサーチ・インモーション、現ブラックベリーの躍進に伴い、 モトローラの販売台数は約3855万台で2ン4の市場占有率であった。2011年1月4日、モトローラモビリティの最高経営責任者、CEO にはこれまでも共同 CEO として、モトローラを統括してきたソン・ジェイ・ジャーが就任し、モトローラソリューションズの CEO にはグレッグ・ブラウンが就任した。 ニューヨーク証券取引所での銘柄コードは、モトローラソリューションズは、マシーとなり、モトローラモビリティホールディングズは、ミみとなった。分社化によって、従来の株主は、モ普通株式8株に対して、ミミの普通株式1株を得る。また、この新たな市場取引の開始までに、現有のモ普通株式7株が、マシー普通株式1株に変換される。 事業部門ここでは主な携帯電話だけを記すモトローラの端末一覧英語も参照のこと日本のキャリアへ供給した端末は以下の通りである日本国内向けのみ日本国内向けのみ楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください